めに黒の部分を湘南ベルマーレ、お手元のプログラム40ページをご覧ください。ゴールキーパー野川陽介、背番号2、ディフェンダー臼井康平、背番号2、山口隆人、背番号4、遠藤航、背番号26、鎌田翔真、背番号2、ミッドフィルダー長木亮太、背番号6、アンケート背番号15、菊池大輔、背番号14、坂本浩二、背番号8、高山薫、背番号23、フォワード田原豊、背番号リバーブ、ゴールキーパー阿部信行、背番号27、ディフェンダー小澤祐希、背番号24、ミッドフィルダー石上直也、背番号7、岩尾健、背番号19、猪狩祐樹、背番号20、松尾直人、背番号28、フォワード牧祐希、背番号11、監督は鳥巻健太です。続きまして水色と黒のユニフォーム川崎フロンターレ、お手元のプログラム38ページをご覧ください。ゴールキーパー杉山力弘、背番号28、ディフェンダー田中裕介、背番号3、背番号17、伊藤博樹、背番号2、小宮山貴信、背番号8、ミッドフィルダー中村健吾、背番号14、thank you。
これです。なおこの試合はマスコミッショナー松浦の塩、主審松尾はじめ、副審手塚博士、武田明宏、第4の審判木川田博信で行います。